今回だけは多めに見よう。ふう、話がわかるじゃんか。僕にキスしてくれたらね。あ、舐めてんの？真面目な話さ。実は悩みがあってね。僕は今まで女性に惚れたことがないんだ。はは、主なんじゃねえの？大丈夫、それはもう試した。え、何を？ただ女性に興味が持てないんだ。付き合うことの何がいいのか。だからキスして確かめたいって。いいぜ、面白そうじゃん。私がキスの仕方教えてやるよ。いや、キスの仕方は知ってるんだ。あ、悪い。意外と協力的だね。別に初めてでもねえし、金さえもらえれば誰とでもするぜ。本当に？ならいくらで体を売るんだい？ああ、10万くらい。ちょうどよかった。なんで持ってんだよ。怖いのかい？はあ、別に怖くねえし。本当は遠行なんて経験ないんだろ？はあ、なめんなし。普通10万も要求しないよ。体を売ったことがない証拠だ。でも本当は10万でも安い。カジさんには自分を大切にしてほしい。おこぎ。ま、それでもキスはするんだけどね。すんのかよ。もちろん、タバコの件もあるしね。やっぱり怖いかい？別に怖くねえよ。じゃあ行くよ。やりくさい。うっさいよカジさん。いいだよ、しょうがねえだろ。タバコやめた方がいいよ。うっせえな、お前彼氏かよ。それもいいね。僕、カジさんのこと好きになれそうな気がする。タバコやめてくれたらね。死ね。